猿のおもちゃ。はい、こんばんは。 KTC 放送局の、健太店長です。朝見てくださっている方、おはようございます。今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、これはあの猿のなんかドラム叩くおもちゃですね。意味はないですけど、今日の話はですね、まあ、またちょっとスカウト感一瞬声が裏返りそうになったけど、あのギリギリでとどまったけど、今変な声になっちゃったっていうのが一瞬ありましたね。忘れてください。タンがちょっと奏でます。はい、今日の動画はですね、ごめんなさい、まあ、スカウト関連のお話なんですけども、ちょっと前にですね、まあ、スカウト健太店長にスカウトやりたいんですけどどう思いますかねっていうね、質問が来たら、まあ、親身になってアドバイスするとすれば、まあ、進めますか、や止めますかっていうね、あの質問が来ましたよっていう、そういう話したじゃないですか。で、その時に、まあ、一応ね、そのスカウトをやるメリットとして、まあ、すごい綺麗な女性といっぱい知り合うことできますよとか、まあ、デメリットとしてはトラブルが多いですよとか、いろいろまあ、まあ、なんか、ちょっとそういう話をしたんですけど、今回は実際にじゃあどういうトラブルが あったのかとか、どういうトラブルがその、まあ、トラブルの元みたいな話が舞い込んできたのかとかね、そこをちょっと実際の話を用いて話してみようかなと思います。うん、そう、まあ、前回の動画を見てくれた人は分かると思うんですけども、まあトラブルを持ち込む人が多いよと。まあ他社のスカウト会社もそうだし、自分がスカウトした女の子もそうだし、まあ、あと同僚ですよね。同僚の同じスカウト会社の人も、いろんな、なんかちょっと、トラブルに発展しそうな話を持っていきますよっていう、そういう話をしてましたよね。見てくれた人はわかると思いますけども、まあそういう話をしたんですよ。で、そこをちょっと実際僕がいた時に、まあこういう話あったよっていう、そういう話をしたいなということです。イメージ湧かないでしょ、さらにと。なんか実際の話を聞かないと。で、まあ、僕が、いた時にこういう話があったよっていうのは、まずスカウト会社、まあ自分が所属してるスカウト会社以外のスカウト会社も、僕がやってた時って同じ区域に結構あったんですよね。まあ今は知らないよ俺、なんかそのね、スカウト会社がどういう風になんか勢力図みたいなのってちょっとよく分かんないんだけど、最近は全然ね、僕の時って結構大きいスカウト会社がまあ2、3あって、まあなんか小さいとこもあったり、個人でやってるやつがいたりとかして、うん、とにかく大きいとこはね2、3だったのよ。うん、2つ3つぐらいだったね。でその2つ3つがやっぱり渋谷だったら渋谷の、まあやっぱ人がやっぱ集まる、例えばハチ公前とかね、道玄坂前とか、まあセンター街とかね、そういうとこにやっぱその何社かがやっぱり一緒にスカウトを、なんていうのかな、スカウトをするわけですよ。でまあここからここまでは A 社、ここからここまでは B 社とかね、まあ若干その縄張りみたいななんかのは決められてまして、でまあそんなんでお互い A 社 B 社でしのぎ削ってみたいな、そういう状態だったんですけども、やっぱりその他社とのコンタクトってあんまりなんていうんですかね、好まれてなかったんですよ。まあそもそも仲あんま良くなかったし、スカウト会社同士で、なんでだってもうライバルだから、女の子取り合うわけだから仲がいいわけないんだよ。だトイレとかね、行く時にその B 社のね縄張りを通っていかないといけない時とかは結構なんか体ぶつけてきたりとか、そういうのあったんだよ。であんま仲良くなくて、でまあそのすごい仲良くない B 社とかとはまあもちろん接点はあんま持たなかったんだけど、なんかその、ちょっと小さめの C 社とかね、うん。あと個人でやってるやつとかとは、まあ一緒にスカウトやってる身として結構喋ったりする時があったんよ。だけど、その、他社とやっぱ関わると、いろいろなトラブルっていうか揉め事が増えるので、まあうちの会社の代表としてはあんまりやめろと。で、会社内でのことは、まあいろいろね、対処できるけど、他社となんかいろいろやった時に、うちらは一切関与しないからねと上の人たちが言ってて、うん、でそういうところからね、基本禁止されてる話だったんですよ、その他社になんか協力したりするのが、うちはね、うん、
だけどやっぱり水面下で常に代表とかがそれを見張ってるわけじゃないからね、やっぱあるのよ、その他社っていうか他のスカウトからね、どう最近みたいな、おーっつって、いやまあぼちぼちかなみたいなね、まあ、絶対ダメだなみたいな、それさ、こういう話なんだけどどうみたいな、こういう話が来てくるんですよ、やっぱり。え、なになにって聞くじゃないですか。いやさ、これ言うと大丈夫かな、まあ、まあ、俺がやったわけじゃないけど、例えばその他社のね、関係があった人から持ってきてもらった話は、違法デリヘル、違法デリの女の子、紹介してくれたら、なんか結構いい額払えるよみたいな。それって言ったら、例えば違法デリはもう完全未成年、完全未成年、もうなんならそれこそ本当未成年どころの騒ぎじゃないみたいな、年齢の子たち紹介してくれたら結構額払えるよみたいな。もう本当にまあ、あんまりそれって深く突っ込んで言いたくないんで、動画の中ではあれですけど、まあまあ分かるでしょ、もう未成年っつっても、いやもうね、ギリギリ未成年か成年成人かの境とかじゃなくても、完全にもうアウトの年齢の女の子を紹介してくれよと、こういう話をね持ちかけられたことがあります。で、まあ、僕当時20歳とかだったんだけど、なんかね、もともとそのちょっと悪い中学生がいて、女の子で、なんで知り合ってたか知らないけど、地元も一緒じゃなかったな、なんかね、もともと俺が知ってた中学生の女の子がいたんですよ。もう本当になんかいろんなことやってる中学生の女の子こいつは悪い女じゃのうっていう中学生がいて、その子が結構渋谷に来てたんですよね。で、俺がスカウトしてる時に、通りかかると、あー、なんか健太くんじゃんみたいな、おーっつって、まあ、こんな時間何してんだよなんて言うと、何々何々みたいな、お前本当にお前もう本当悪いことばっかすんなよみたいな中学生の女の子がいたんすよ、で、その違法デリの話があった時に、その子に言ったよね、なんかこういう話があるんだけどみたいな、あ、それ私やってるよみたいなお前もうやってるんかいっていうね、私とか私の周りでそれ結構やってる子いるよみたいな、そこしかもそこだねみたいなね、やってるんかいっていうね、結構人気なんだよみたいなね、そんなやり取りがありました。俺は紹介してないし、俺は別に何もしてないからね、そういう悪い話を持ちかけられたことがあるよっていう話だけど、俺は関係ないからね、そういう本当違法デリに、まあ、人を斡旋してくんねえかっていう、まあ、他社からの誘いとかね、これはもうね、組織内どうこうもやっぱりまあご法度だし、他の社内、他の会社と連携するなって言われてたから、まあ社内的にはアウトだし、そもそも俺は法律的にスーパーアウトですよねまあそんな話とか、あとは、これはもうそもそも他社のスカウト会社とかではなくて、まあ半グレっていうのが、今だと半グレっていうんですかね、なんか、あとは、まあ本職関係の人から、まあ飛ばし携帯とかのね、そういうまあ仕事、を手伝ってくんねえかみたいな、まあ実際それで俺じゃなくて手伝ってるやついましたけども、いろいろまあそっち関連の仕事をいろいろやってたみたいで、なんかでヘマしたのか分からんけど、ある時を境にもう東京界隈からいなくなっちゃった人いますね。で、それまでは本当に毎日のように渋谷だ池袋だどっかしらで会ってたんですよ。お、何々くんじゃないですかって、すごい俺好きでその人のことで、ある時パタッともう急にふっといなくなって、で、まあスカウト会社のミーティングの時に、あれ、そういえば何々くん最近見ないですけどどうしたんですかみたいなこと言ったら、あいつあれだろって、まあ会社も黙認したんだけども、どこどこの組織のなんか飛ばし携帯とかのあれでやってたろみたいな、で、なんかそこの組織のなんかをやってる時にヘマしたらしくて、これらしいよみたいな、こと言ってました。本当にそれっきりまるっきり見なくなったんで、まあ、結局詳細は知らんけども、で、そいつの人はね、もう住所もなくて、もう家からも勘当されてて、なんかいなくなっても探されない人だったんで、もう本当に消息不明、そのまま結局いなくなっちゃいましたね。何に加担してて何でヘマしたのか俺は知らないけども、
そうそう。まあ、そうだね。それもなんか手伝わないみたいな、いいお金払えるよみたいな話あったけど、まあなんか 微妙だな、そんなリスクを冒してなーと思ったから、俺はいいっすわっていう、感じで断ってて、まあよかったなと思ったけど、そういう結構ね、なんかまあ、イリーガルな話はちょこちょこ来るんですよね。あとはまあ、俺は、俺がスカウトを辞める理由になった、そのね、俺は女性関係ですけど、その、スカウトした女の子が、スカウトしたってか、あっちからもうハニートラップみたいなもんですよね。多分俺らのことを気に食わないやつが仕掛けた罠だと思いますけど、女の子からね、俺がハチ公前での喫煙所にいる時に話しかけてきて、これはまあスカウトの動画で話しましたけど、なんか AV 出たいんですけどみたいなね。でもなんかその先輩のすでにスカウトしたことある女の子で、まあ、スカウト会社でその先輩がすでにもう声かけて、先輩が仕事とかを紹介してる女の子を後から自分らがスカウトして、他の仕事を紹介するっていうのはもう完全ご法度なんですよ。要は先輩のネタを取るみたいなもんなんで、まあもう完全ご法度なんですよね。だけど当時僕も全然まだこんな、なんかのんびりしてなかったんで そんなの関係ねえよっつって、そんなそいつにお前は黙っときゃいいんだから、俺らがバンバン仕事紹介してやるよっつって、いうふうにやったら、まあ後日先輩から電話かかってきて、先輩っつっても、まあ別に俺らが年下だったけどね、先輩っていうか、まあ先輩だな、一応でも先輩かかってきて、お前やっちゃいけねえことやったろみたいな話になって、トラブって、まあいろいろ一悶着二悶着ぐらいあって、まあ最終的にまあ辞める話になったんですけど、まあ、あれはあいつが差し向けたハニートラップだったんだなって今は思えば思うけどね。まあ、あいつはそいつ、そのなんかその年下の、まあ一応先輩とあんま仲良くなかったから。まあそういう女性が持ってくる話もありますし、まあスカウトしてみたらね、ヤクザの女でとかね、で、お前俺の女に何してんねんみたいなね、そういうのもあるわけですよ。まあつってもうちの一応ケツ持ちがいるわけで そこはそんなに大きな話じゃなんないけども、お前俺の何してんねんって出てくること自体がそもそもね、もうアホだなと思うんだけど、で、うちももちろんケツ持ちがいるんだから、そうそうそう。それはまあ別に対処できる話だけど、あとはその他社のスカウト会社に、まあ、やっぱ武闘派のやつがいると結構そのね、特に当時はね、池袋が結構武闘派スカウトが多くてって前も言ったんだけども、まあ拉致監禁されたりとかね、そのスカウトのなんか、縄張り系の話とか、まあいろいろありましたよ、そういう話も。まあだからこういうトラブルがね、結構毎日のようにあるんですよ、日常茶飯事で。で、やっぱみんな一癖も二癖もある連中だから、なんかいろんな話持ってくるんですよね。なんか健太君こういうことあるんだけど、こうやらないみたいな。それこそ本当に詐欺の話とかね。あと、例えばだよ、あるやつから来たのは、ちょっとなんか今度喧嘩みたいな、なんか、喧嘩っていうか、襲撃みたいのあるんですよ、みたいな。で、手伝ってくれませんかとかね。そういう、まあ、そんな本当に、まあ、こういうのは普通だけども、そういう話とか、とにかくね、なんか、いろいろ面倒くさいことに発展するような話が、もう、わんさか飛んでくるんですよ。今のスカウトは知らないけども、まあ、今のスカウトでもそんな多分、大差ないんだなとは思うけどね。だこんな風にね、毎日毎日いろんな話が来るので、まあ、何もない日もあるけど、そうだからまあトラブルとかそういうのに免疫ない人にはあんまりおすすめしないよっていう風にね、前回の動画で言ったわけですね。そういうのが全然平気だよっていうね、今までもう慣れっこだよっていう人は全然俺スカウト別にやったって、もう本当に女の子と失敗知り合えるし、いいんじゃないかなっていう風には思いますけどね。まあ、そんな感じですね。実際の、まあもっともっといっぱいあるんだけど、細かいこととか、そんな感じかな、実際俺が耳にしたっていうか、舞い込んできたような話は。まあ、あとは未成年関係ですよね。ということです。終わり。これだけです。はい、さよなら。急に終わるけど、ごめんなさい。